どうもライズです。今回はなんと両儀式の絆霊槍、赤いジャンパー、これを使うことによってアシアドーマンの宝具、あれが確定で、まあ、今のところ検証した中でははい、ほぼ確定で、即死入ってるんですよ。今回のハンティングクエスト のレインボードラゴン、はい、赤いジャンパー、味方全体の即死不要成功率を 30% アップ、はい、なんとね、これがあるだけでアシアドーマンの宝具即死入るんですよね。でこの両儀式の、まあ、絆霊槍を抜きで一回やってみたら全然即死入らなかったんですよ、はい、でね、こういう感じで、なんだろう、好きなサーバント、好きなキャラクターが絆霊槍とかでこういう風にサポートに回ってなんかパーティーに貢献できるっていうのは本当に初めてなんか味わった感覚なので、ちょっと共有したいなと思います。皆さんに魚卵と悪霊サフン、見てよこれ、即死入るんですよ、このレインボードラゴン。 Y1 だっけ、まあ、Y1 って書いてなかった、あれ、あ、Y1 だこいつら、はい、まあ、とりま役に立ちますリンボモンで、ここで直視のマガンの、即死耐性弾、こいつ付与して、オベロン出して、NP チャージプラス防御威力アップ。ちょ、なんかフリーズしてない、これ周回の時間に差し支えるからやめてほしいな。ちょっとならば苦労てくれましょう。あれ、ちょっと読み込みが遅いぞ、さっきから。大丈夫か俺のスマートフォン。ギョランドと悪霊サフン即死14000ダメージ。すごいな、十何万あるワイバーンをさ即死で倒してけんだからな。で最後は、まあ、村マスターに夢の終わりを付与して、まあ、バフを重ねていくと。あれ、あ、電池切れた、あ、やべ。 A few moments later。 よいしょ、さっきはすいません、はい、まさかの充電切れっていう。今そのちょっと前にバッテリーの容量がピンと出てきたんですけど、それ無視してやってたら、はい、こういう形になってしまいました、はい、じゃあ続きやっていきますと。朝のひばりと、まあ、村正の第一スキル、リディークールキャットなどをね、まあ、デバフなりなんですが、打ち込んで村正の宝具を打てば完了で完了です、はい、これで3ターン周回いきます、このパーティーで多分いけるよね。村正、あいつ、仮村正10万ダメージ見えました、ね、69万のダメージと、まあ、ちゃんと20万以上のダメージを出して倒しています全体。よっしゃという感じです。よければこのパーティー参考にしてもらえると嬉しいです。では、これにて動画を終わりたいと思います、はい、明日から、新生月姫、まあ、月姫リメイクというよりは本当新生っていう全く新しい月姫を、タイプムーンの人たちが、まあ、作ってくれたっぽいので、はい、遊びましょうと。まあ俺は明日から多分できないんですけど、まあ、というのも、もう迷ったらアマゾンで、まあ、買うっていう習慣がついてまして、はい、なんだろう、到着予定日っていうのかな、配達予定日だっけ、あれ見たら26日から27日までみたいな感じで、いや、ワンチャン明後日になりそうなんですよね、はい、予約したけど、うん、まあとりあえず、はい、まあ届いたら全力でプレイしたいと思います。そして、動画投稿は、しません、タイプムーンの、公式ツイッターと月姫の公式ツイッター両方で、動画投稿はお控えくださいっていう風に、まあ、めちゃくちゃ言ってるんですよ本当に。で、そんなに感想を喋りたいならフセッターを使いやがれってめっちゃ公式が、まあ、フセッターをしてるんですよね、なんと。しかももう公認じゃん、あれマジですげえよな、フセッター、はい。で、まあ
伏せたとかで、まあ、感想はつぶやくかもしれないけど、まあ、とりあえず本当に早くプレイしたい。はい。で、感想動画じゃなくて、多分開封動画をちょっと面白くしたやつとか、ネタバレなしで、なんだろう、月姫の、まあ、事前情報、あの専門用語とか、敵のキャラクターの名前とか設定とか、そういうのが必要な作品かどうかっていうのを、まあ、ちょっと動画で説明するようなやつ投稿するかもしれません。はい。本当にネタバレ徹底的になしにして、なんか紹介するような動画作りたいと思っています。では、最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録や高評価お願いします。では、また今度。